312回の公開テスト。縛り受験してからまだ満点取ってない取った、102回ですか。はい、じゃあ行きましょうか。さあ結果は、ほさあ、始まりました、もてつチャンネル。さあやってまいりました、トイック公開テストの結果でございます。はい、1月ですね。どういう感じだったのかな。1月は自分自身もうあんま覚えてないんですけど、何の縛りをやったんでしたっけ。そう、毎回縛りつけてねやってますから、トイック312回の公開テストね。はい、なんかめんどくさかったって言ってるな。都内の最大会場。あ、都内最大会場、あそこね。資産入室とかめんどくさいです。あ、そうだよ、親指麻痺してる、まだ麻痺してる。ページめくるたびに痛かったんですよね。あ、パート1ツアー最後の選択肢を聞かないでマークしてますね。あと色眼鏡かけてて左側が曇る。パート1、2、3、4はまあ普通みたいな感じで言ってましたね。でパート5も普通ぐらいで、パート6が普通かややなんて言ってて、パート7がややなんという形でした。さあどうだったのか行きたいと思いますよ。はい、もう来ておりますので。まあ、縛り受験してからまだ満点取ってない？取った？覚えてもいません、それすら。102回ですか？はい。まあ、前回ね、ついに坂上が800点超えましたから、負けないように、負けないように負けてないわ。はい、ちょっと、僕もね、縛り受験でも満点取れるようにね、ちょっと頑張っていきたいなと思っておるんですけども、さあ、行きましょうか。どうだったのか。超えばいい。はい、ああトイックのね、はいはい、公式の9出ておりますね。はい、続いてこちらでございます。じゃあ行きましょうか。さあ結果はこうなりました。満点だ。よっしゃ、取りました。はい、103回目の満点を獲得することができました。やりましたよ、取りましたよ。これは嬉しいですね。はい、いや、じゃあ正答率見てみましょうか。なんかね、あんまり分かんなかった問題あったって言ってたんで、さっきの見てたらね。さあどんだけの正答率だったのか。リスニングでやっぱミスってんのかな。さあでは見てみましょう。はい、お、100、はい、全問正解だ。おお、すっげえ、間違ったと思ってたけど合ってたんだ。やっぱりすごい、トイックの勘っていうのがあるね。こうなったら正解すんじゃないかっていうのがあるわけですよ、やっぱ感覚として。うわ、待って、分かんなかったっつってたのに。だから縛り入れても取れるわけでしょ。つまり、え、最後まで聞かなくても満点は取れるんだ。 ABCD だったら D のやつ聞かなくても取れるってことです。そしてパート2だったら ABC で C 聞かなくても満点取れるってことですよ。すごっ、よかった。そしてリーディングの方は、100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 、
ということで一発目ですね、1月ですから2023年一発目のトイックは縛り受験、指が麻痺してて痛い痛いってなりながらページをめくり、色眼鏡をかけて片っぽが曇りながら最後の選択肢を聞かないでも全問正解することができました。やりました。まさかまさかでございます。すげー、やった。やっぱりねトイックの知識、そう英語力だけじゃなくてトイック力っていうのがあるのでこれを達成することができたんじゃないかなと思いますね。いやすげー、びっくり。まさかですよ、できちゃうんだね驚き。そんな中ですね、僕がプロデュースしているベイシスがですね、はい、トイックで目標点
英検できちんと受かったら返金キャンペーンというのをやっています。条件っていうのがありますので、そちらですね、きちんとあの LINE の方を登録して、お問い合わせいただければと思うんですけども、まあ条件としては、今決まっているものとしては、週2回以上をちゃんと受講してもらう。で、毎回宿題をちゃんとやると。で、進捗のテストありますから、そのテストでちゃんと9割以上取ります。とかね。で、英語学習にちゃんと1日平均ですね、平均150分以上やってもらうとか。で、ちゃんと当たり前ですけど、受験しないとダメですね。受験して、そのちゃんと結果を見せてもらうとかっていうことが、まあ条件になるんですけど、まあ詳しくはね、問い合わせしていただければと思います。また、メンバーシップレベル2では、はい、私のトイック講座もやっておりますので、まあそちらもぜひ見てもらえればと思います。で、竹田塾イングリッシュの方ではですね、新しくルート考えておりますので、トイック、まあいろいろな教材出てきたので、新しいルートを考え中ですので、ぜひ皆様のご意見お聞かせいただけたらと思います。これを入れてほしいよ、みたいなのがあったらね、ぜひともお願いしたいと思います。やった！そして引き続き縛りプレイは募集中です。はい、どういった縛りで私やればいいのかね、考えていただければと思いますね。いや、これですね、やっぱりね、全問正解っていうのはね、全然違うんですよ。満点、そう、全問正解しなくても満点取れるんで、やっぱ全問正解して取った時のね、この気分はもう全然違うんですよ。いやーみたいなね、やってやったでいい感がすごい出るんですよ。なんで、はい、皆さんからのご意見お待ちしております。いやー、よかった、これは記念になりますね。新年一発目でもね、この紙も廃止されちゃうわけじゃないですか。だから嬉しいですね、この紙の記録として残るっていうのはね。やっぱ今年もガンガン受けていきますので、ぜひね、皆さん見ていただければと思います。そしてなんて言ったって今回ね、もう先週もトイックあったし、今週末もまたトイックあるし、ぜひともよろしくお願いいたします。いや、すごすぎ。いや、これはめちゃでかい。でかいでかい、でかすぎる。いや、もうね、坂上はもう800点突破したんで、本当に、ね、もともと600点プロジェクトってやったのに800いっちゃってね、びっくりしましたけど、まあ、葉月もね、まあ、マーチ合格しまして、まあ、この後、いよいよ、早稲田の発表ですよね、があるんですけど、この動画撮ってる時はまだわかんないので、結果ですね。まあ、多分この動画をプレミア公開かけてる頃には多分わかってるんですけど、まあ、大学生には絶対なるんで、トイックプロジェクトやる？葉月も本人には全く言ってないけど、ね、ルーは英検受けてくって言ってますからね、英検1級目指すって言ってるんですけど、葉月はどうなっていくのかな。トイックちょっと目指させたいなとは思ってるんですけど、どうですか？引き続き出てほしいですか？そのようなことをね、ちょっと話そうかなと思ってますが、はい、ぜひとも皆さんもね、今年目標立てていただきまして、一緒に叶えていきましょうよ。トイックもね、はい、応援しております。最後、ありがとうございました。Thank you for watching。 やったぜ。